東京マジ、今日は8月30日、さあ今日第3打席、8月30日か31日か、あるいは9月の3日に持っていくか、どうなりますか。今日の第3打席を迎えます王選手のバッターボックス、この太陽の大川投手からは5月の30日に第18号のホームランを放っております。それからこの大川投手からは昨年の最終ゲーム、巨人と、全選手が軽く、握手をいたしまして、今整列しております選手に、いやよかったよかったというあの笑顔、本当に100万ドルの笑顔という感じ、あ今ちょっと目をウインクしましたね、あよかったよかったという王選手、見事なホームランですか。しかも右中間、場内からくす玉が割れました。王選手の800号、選手ついに800は今日出ましたが、何と言いましても王選手にとりましてはこれは通過点通過点ということをよく言います。20年間で40本ずつのホームラン、これは何と言っても大事なことなんだと言っておりました。王選手見事にそれを成し遂げました。さあ800号の一つホームランの奇跡ご覧いただきましょう。ガーンとボールが伸びました。暗闇の中にですね、打球が飛んでいって、そしてどこに入ったかちょっと分かりませんでしたが、右中間のちょうど一番深いところに入りましたね。そうですね、まあ見事なホームランですね。やはり一番深いところですからね、王選手らしいですね。ついにセンターの長崎も開けられましたよね。見事な800号、これで1点を加えましたジャイアンツ、3対1。